皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回は久々にこちらのメトロシム発数ですね、やっていきたいと思います。で、どうやらアップデートでアーケードですね、入ったよう、追加されたようなので行ってみましょう。ここら辺は特に変わってないかな。お薬もありますね。じゃあ一つコカインも一回やって、飲み物も飲んで、これでいくか。お、結構効果が強くなってんのかな。ご飯これ食べていこうかな。はい、なんかアーケード機とその1個前のアップデートでブラックジャックが追加されたのかな、確か。やたらギャンブル系が強化されてんだよな。地下鉄はもう強化しないのかな。あれ、歩いてる人がいる。あら、人が歩いてるぞ。なんか怪しいけど、何言ってんの。まあ水買っとくか、4ドル。通行人と物々交換ってどうなの。値段は変わらないですね。後で売ってもいいか。なんか歩き方が気持ち悪いな。なるほど、こんな機能が追加されたんですね。とりあえず、あ、これだ、アーケード、テディーズアーケード書いてありますね。よし、入ってきましょう。おー、賑やかな感じ。ここは開かない。おー、いいですね。これコンビニの主人じゃないですか、これ。似てるけど違うのか。あ、景品だ。あの前にやったコインゲームシミュレーターみたいな感じで、チケットで景品交換できるんだ。1万チケット。グロースティック、これの使い道がよくわかんないけど。あー、お菓子とかもあるんですね。じゃあ通行人に売れば換金もできるから、実質ギャンブルとしてできるってことか。おー、いい感じじゃないですか。ん？マーゼイズオーモストドーン。カンバックス。あ、ここはまた後でできるんだ。とりあえず、いろいろやってみるか。結構しっかり作ってありますね。とりあえずこの手前のやつからいってみるか。1ドル。1回1ドル。これどこに止めればいいの？あー、なるほど。これびっくりマークがジャックポットですよね。難しいな。わ、難しい。8チケット。なるほど、そういうことか。うわ、絶対ずれてるこれ。10。いや、チケット稼ぐの大変ですね。あー、失敗した。あー、ダメ。いや、これバンバン減るぞ。ちょっと台をこっち側に変えてみるか。いや、絶対今の当たったでしょ。しかもジャックポット何枚もらえるんだろう。うわ、失敗した。ダメだ、やめとこう。これ沼ですね。台風か、これ沼だ。今いくら、まあ20ドルぐらいか。
スラムダンク。あ、これ良さそうじゃないですか。シュート、あーなるほど、なんかちょっと、あ、これでずらすんだ。うわ、7チケットか。え、これ相当大変だな。ムーンショットは？どういうこと？ん？あー、もうすぐ止めなきゃいけないんだ。これむずい。いや、難しいこれ。7チケット。1ドルで10枚ぐらいだな、平均。いや、難しいな、これ。お、いった。まあ、慣れれば、これが一番平均して取れそうな気もするけど。ちょっと待って。ダメだ。これは？あ、これいいじゃないですか。あ、50いった。これ一番良さそうだな。ジャックポットはないのか、これ。まあ、これ一番いい気がする。うわ、5ばっか入る。20、ジャックポットがないからな。これもバンバン減る感じですね。あ、ちょっとトイレ、ちょっとトイレ、トイレが危なかった。どうしようかな。今何枚チケット持ってんだ。とりあえず食べて。これブラックジャックはどこなんだろう。ここじゃないのか。結構こうお金かかりますね。375か。一番安い景品で、あー、それ系が売ってんのか。いや、安くて2500とかだからな。いや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 、全然ダメこれ。渋い。渋すぎんな。いった。おー、ジャックポット来ましたね。警報器が鳴ってるみたいな感じなんですけど。あー、来た。これの方がまだいいかな。こっちでやってみるか。何回かやってれば。あー、ミスった。いつか当たりの時が。あれひどいな。滑りますね。ああ、ダメだな。ああ、何がいいんだろう。ジャックポット系はこれしかないですもんね。300はでかいな。ジャックポット265って出てんな、今。もう一回これやっとくか。いや、やっぱしょぼいな。これもあんまし、やっぱこれだな。最低でも10はもらえるわけですからね。
ローチ来た。これ楽だぞ。353。これだな。何回かやってれば当たる。おお、1400。うん、このペースだったらいけそうだな。これで頑張ろう。確実狙っていけばいつかは当たりますからね。よし来た。これだったらいけるかも。でももうそんなジャックポットが美味しくないのか。60とかですもんね。美味しくないな。お、短い。いた。やっぱ300は出んだな。50って出てるけど。864ドルか。だいぶ使ってるけど。あ、もうでも2500いくな。景品もらってきたい。やるんだったらこれですね。これが一番儲かる。間違えた。ちょっと景品交換してみようかな。フクロウ、ワニかわいいな。あ、ワニ高い。ワニかな。ワニ買ってみよう。はい。ちなみにこの人に売るといくら出るんだ。安10ドル。これ家に飾れるのかな。ちょっと出ましょうか。これで、特に置けたりとかしないのか。ダメだ。置く要素はないみたいなんで、所持アイテムだ。これ、いらないな。なんか置き棚とかあればいいのにな。これ机とか。飾りたいですよね。せっかく景品だから。ダメだ、使えない。ってことは、ここに入れとくしかないですね。これ意味がないな。それか売り物なのかな。基本あのお店の人は15ドルか。Gクラブ行った時にちょっと確認してみるか。